私はリン。今のイベント会社に入社したのは3年前のこと。私は短大卒だったけれど、周りは大卒の社員が多かった。だから同期の社員もほとんどが年上。そのせいか、なかなか大きな仕事を任せてもらえなかった。けれど、それは昨日までの話。ついに大きな契約を取るチャンスに恵まれたのだ。今日の商談相手は大手広告代理店。絶対に成功させるわよ。私は気合を入れて出社した。自分の席に座ろうとして、ふと机の上のメモに目が止まる。あれ？このメモは？黄色い付箋に、本日の商談はキャンセル、と、そんなことが書かれていた。キャンセル？どういうこと？首をかしげていると、隣の席にいたみのりが。ああ、それ、織江が貼っていったよ。織江先輩が？織江というのは同じ部署の女性社員だ。何でも有名大学を卒業したらしく、いつも自分はエリートだと威張り散らしている。私よりも年上だし、確かに仕事もできると思う。けれど性格がいいとはお世辞にも言えない。だから私を含めて心よく思っていない社員は多かった。なんか妙だと考えていると、みのりが私に、凛が出社する前に先方からキャンセルの連絡があったんじゃないの？そっか。一応は確認した方がいいと思うけど。そうだよね。そう答えてから私はオフィスの中を見回した。でも、織江の姿はない。他部署か資料室にでも行ったのかな。そんなことを考えながら廊下へ出る。と、その時だった。課長と立ち話をする織江がいたのだ。織江はニヤニヤしながら課長に、これから例の大口契約を取りに行ってきます。ああ、リン君がやっていたあれか。はい、相手は大手広告代理店ですし、私の方がふさわしいですからね。そうだな、うまくやれば次の課長は君だな。はい、任せてください。すぐにあなたを部長にしてみせますよ。期待してるよ、頑張れ。それが当然であるかのように送り出そうとする課長。そこでようやく私は気づいた。あの付箋は偽物だったのね。どうやら私の契約を奪うための罠だったらしい。一歩間違えれば会社に大損害を与えてしまう事態になりかねない。自分の手柄にするためにそこまでするのか、と本当に呆れてしまう。ともあれ、大問題になる前に気づけてよかった。私はほっとする。そうこうするうちに、織江は課長に会釈して会社を出ようとした。そこで私は織江と課長の前に飛び出して、ちょっと待ってくださいよ。あら、リンじゃない。どうしたの？平気な顔で尋ねてくる織江。ここまで堂々としていると、さっきの出来事が夢なのではないかと思ってしまう。でも、夢じゃない。現実だ。私は自分に言い聞かせてから、織江に尋ねた。あの、机の上のメモですけど。はあ、あれね、例の広告代理店の契約のことよ。キャンセルって、どういう意味ですか？そのままよ。別の日に話がしたいそうよ。そうですか。じゃあ織江先輩はどこへ行くんですか？私は別に、あなたには関係ないわ。関係ありますよ。今から広告代理店と話しに行くつもりですよね。それは…口ごもる織江。私は続けざまに課長を見合った。それから課長に事実を問いただす。課長、さっき織江先輩と話していましたよね。彼女の方がふさわしいとかなんとか。いや、それはあれだ。あ、なんというか。のらりくらりと言い訳を始める課長。さすがにそれでは難しいと思ったのか、織江がため息まじりに口を開いた。はあ、もういいでしょ。どうしてわからないの？あんたには荷が重い話だって。荷が重い？そうよ。これは大手広告代理店との契約なの。エリートの私くらいじゃないと無理なのよ。そう言いながら、織江はクリアファイルに入った書類を出した。それ、私の。見覚えのある企画書に私は慌てる。けれど、織江は落ち着き払って。私がちゃんと手を加えておいたわよ。どうせ私の方が何もかも上なんだから。ちょっと返してよ。いやよ、これはもう私のものよ。織江は書類を取り返そうとした私を突き飛ばした。それから織江は私を睨みつけると。企画書がなかったらもうどうにもならないでしょ。
もう諦めなさい。諦められるわけがないでしょ。でも企画書はここにしかないわ。バックアップも全部消してあげたから。え、全部？そうよ、全部消したわ。これで諦められるでしょ。それじゃあね。織江はそう言い残すとエレベーターに飛び乗った。あ、ちょっと。すぐに追いかけたけれど、目の前でエレベーターの扉が閉まる。その隙間からは勝ち誇ったような織江の顔が見えていた。ふざけた真似をしてくれるわね。私はすぐに自分のデスクに戻った。それからパソコンの中にある企画書のデータを探す。ないないない、どこにもデータがない。本当に消すとか信じられない。私がつぶやくと、隣にいたみのりが心配そうに。どうしたの？実は織江先輩が。みのりに簡単に事情を話す。するとみのりはため息をつきながらこう言った。またやったのね。織江も懲りないわね。また懲りない？どういうこと？織江はね、人の契約を取る常習犯なのよ。常習犯？ええ、それが。みのりは私が知らなかった話をしてくれた。織江は有名大卒でエリートと自称しているけれど、それは本当に自称というのだ。とはいえ、織江も全く仕事ができないというわけではない。普通に仕事ができるけれど、本当にそれだけ。一見優秀に見えるのは人の仕事を取っているからだ、とみのりは話した。誰かが契約をまとめそうになると、最後に首を突っ込んで自分が契約したと吹聴する。誰かが成果を出しそうになると、急に混ざってきて自分の成果と上司に報告する。織江はそんなことを繰り返してきたそうだ。だから何も知らない社員から見れば、織江は仕事ができるということになる。要するに、今回もそれと同じことをしようとしたわけ。なるほど。でも今回ばかりは失敗ね。私がつぶやくと、みのりは不思議そうにして。どうして？だって今回は相手が悪いもの。相手は確か大手広告代理店でしょ。契約の規模も大きいし、絶対に威張り散らすわよ。それはないわ。私が行かなかったら契約は成立しないから。え、どうして？それは秘密。じゃ、準備があるから。私はみのりにそう言って席を外した。廊下に出てから私はつぶやく。今回の商談の相手は私のお姉ちゃんだもん。あの人がいてもまとまるはずがないわ。打ち合わせはオフィス街の喫茶店で午前11時から。時間はまだある。それまでに準備しないといけない。廊下に出ると私は姉のはるかに電話をかけた。もしもし、お姉ちゃん？ん？リン？急にどうしたの？実はね。私は織江に契約の担当を奪われたことを話した。すると姉はカンカン、聞いたことがないような低い声で。それは許せないわね。だから絶対に契約しないでよ。それは当たり前だけど、そういう人にはお仕置きも必要でしょ。お仕置き？ええ、リンは待ち合わせ場所に社長を連れてきて。え、なんで？社長に直接クレームを入れるからよ。姉が怒鳴るような言い方をする。我が姉ながら私は少しひるんでしまった。姉は会社では優秀で優しいと評判だけど、怒ると本当に怖い人だ。特に不正は絶対に許さない人である。それだけに織江のやり方は気に食わなかったらしい。不愉快極まりないという雰囲気が溢れ出していた。あ、わかったわ。社長を連れて行くから。待ってるわね。その織江とかいう傲慢な女を怒りながら。それを最後に電話が切れる。私は深呼吸をして自分を落ち着かせた。それから社長の鈴鹿さんの元へ急ぐ。もともとうちの会社は鈴鹿さんの父親が社長だった。でも体を壊して鈴鹿さんの父親が引退。後を引き継ぐ形で30代後半で女性の鈴鹿さんが社長に就任した。それが1年ほど前の話。急な交代劇だったこともあって、全員が鈴鹿さんに好意的とは言えない。特に課長は鈴鹿さんが女性ということもあって、社長交代に納得していないようだった。それで鈴鹿さんが今回の契約の担当に私を指名したことに反発したのかもしれない。契約に失敗した時は私のせいにして鈴鹿さんを追い込む。
契約が成功した時は織江の功績にして自分の方が見る目があったと主張する、そういう魂胆だったのだろう。言うまでもなく、鈴鹿さんが社長を辞めても課長が社長になれるわけではない。それでも若い女性が自分の上にいるよりはマシ、そんな風に考えているのかもしれない。本当にダメな社会人の見本のような二人ね。私はつぶやきながら社長室をノックした。その後社長室に入ると鈴鹿さんに事情を話す。そして姉が呼んでいることまで伝えた。すると鈴鹿さんはデスクの荷物を手早く持ち、わかったわ。場所はどこ？案内して。はい。場所は喫茶店で。私は鈴鹿さんと一緒に姉と待ち合わせをしている喫茶店へ急いだ。喫茶店に入るとすでに姉と織江がついていて。で、あなたは誰なの？凛はどこ？と姉が織江を怒鳴りつけているところだった。一方の織江もなんとか姉の怒りを収めようとして。ですから私が今回の担当になりまして。は？あなたが担当？じゃあ今回の契約は白紙に戻すわ。お待ちください。落ち着いて話を。あなたでは話にならないの。才能のかけらもないような人じゃ。姉が織江にとどめを刺したところで私は姉の前に進み出た。遅くなりました。担当の凛です。丁寧な口調で話しかける。遅かったわね。何をしていたの？その少々トラブルがございまして。そう。それでそちらの方は？姉が鈴鹿さんを示した。そこで鈴鹿さんが頭を下げる。はじめまして、社長の鈴鹿です。こちらこそはじめまして。今回の契約の担当をしております遥です。姉は頭を下げながら名刺を差し出す。それから私たちに座るように促すとすぐに文句を言い始めた。早速ですが、どうして担当の変更を？姉が尋ねると鈴鹿さんは、実は私の知らないところで、と話を進めていく。その後鈴鹿さんは課長と織江が勝手に担当を変えたことを説明、姉に謝罪した。姉は一つため息をついてから、今回の件は妹の凛が担当と聞いたので私がわざわざ出向くことにしました。え？妹？織江が目を丸くする。姉はそんな織江を見ながら、そうよ。妹が担当じゃなかったら私はここにいないわ。姉妹の馴れ合いだったの？何よそれ。会社を私物化するとか世間に公表するわよ。織江が脅すように告げる。けれど姉はひるむことなく話を続けた。残念だけど企画を選んだのは私じゃないわ。え？うちの部長が企画を選んだ結果、担当が妹だったから私が担当になっただけ。じゃあ妹の仕事を手伝いたくて他の担当を蹴ってこの企画の担当になっただけよ。その話は少し前に姉から聞いていた。姉が勤める広告代理店は全国規模の仕事も少なくない。特に姉は優秀なので全国規模の大きな仕事を何度も担当していた。姉は今回もそういう仕事を担当するはずだった。けれど新規の企画会議をしているときに企画書に私の名前を見つけてしまう。姉の会社の規模を考えると私の企画はそこまで大きくない。だから担当は若い社員に決まったそうだ。でも私のことが心配だった姉は自ら担当を変えてほしいと上司に申し出たという話。理由を知った上司もそれならと担当を変えてくれたというわけ。私が企画を選んだわけでもないし強引に企画を推し進めたわけでもないわ。そうなんですか。織江の顔が引きつる。そんな織江をにらみつけた姉は、妹の仕事を奪うなんて能力もない人間がやっていいことじゃないわよ。能力がない？あなたが持ってきた企画書はゴミよ、ゴミ。こんなものが採用できるわけがないでしょ。ですがこれまではうまく。は？これまでのことは知らないわ。その企画書が使えないことだけしかわからないわ。使えない？そのままゴミ箱に捨てなさい。なんだったら私が捨てておきましょうか。いえ、その。じゃあさっさと帰りなさい、邪魔よ。姉が怒鳴る。織江はシュンとしたまま何も言えなくなっていた。その後私と鈴鹿さんが姉に謝罪。私はクラウド保存していた企画書を姉に見せた。姉はニコニコしながら企画書を見て、
とてもよくできているわ。ありがとうございます。私が頭を下げると姉はにこりとして、次は家でこっそりと私に相談しないで一人で頑張るのよ、いいわね。お姉ちゃん、それは言わないでよ。冗談よ。じゃあこれは持ち帰らせてもらうわね。こうして私の初めての大口商談は無事に成立したのだった。姉と別れた後、私は鈴鹿さんと一緒にタクシーで帰車する。その車内でのこと、鈴鹿さんが私にこんなことを尋ねてきた。お姉さんのことは知っていたけど、本当に聡明な方ね。そうですね。私の憧れの人です。だったら、お姉さんと同じ会社に入ればよかったんじゃない？いえ、私には私の、姉には姉の夢があるので。どんな夢？実は、私は鈴鹿さんに自分の夢の話をした。小さい頃から引っ込み思案だった私は、中学生になっても友達はほとんどいなかった。何をするのも一人で、何に対しても自信が持てない。そんな日々を過ごしていた。一方の姉は明るく前向きな性格で、友達もたくさんいたのだ。私とは対照的だな。私は姉のことをいつもそう思っていた。そんなある日のこと、私が中学から帰ると、玄関に見知らぬ靴があった。女性のおしゃれな靴で、姉のものではない。お客様かな？と姉の部屋の方を見ると、楽しそうな話し声が聞こえてきた。お姉ちゃん、誰か来てるの？そんな風に声をかけると姉が、ああ、ごめん、うるさかった？そうじゃないけど。ユキが来ていて、話が盛り上がっていたのよ。ユキさんというのは、姉の幼馴染。小学校の頃から仲が良く、ユキさんはうちにもよく遊びに来ていた。そっか、ユキさんが来ているのか。そう思った私は、部屋に入って挨拶することにした。こんにちは。そう言いながら部屋に入ると、そこにはスタイルの良い大人の女性がいた。その女性は私を見るなり、あら、リンちゃん、美人になったわね。え？あのユキさん？そうだけど。首をかしげるユキさん。久しぶりに見たユキさんは、とても大人になっていた。背も高くてスタイルもいい。まるでモデルのよう、と思ってしまい、ついそんな言葉が口をついて出てしまう。綺麗、背が高くて、モデルみたい。え？モデル？私が？戸惑うユキさん。私は慌てて手を振りながら、いえ、そう見えただけで、ごめんなさい。うん、背が高いのがコンプレックスだったけど、そんな風に言われると嬉しいかな。後で聞いた話だと、ユキさんは背の高さがコンプレックスだったらしい。周りの男子からもからかわれて、ずっと落ち込んでいたそうだ。それでユキさんを励まそうとした姉が、わざわざ家に連れてきたという話。リンが褒めてくれてよかったわ、いろいろと。姉は、ユキさんが帰った後でそう話していた。それはさておき、そんな姉たちは文化祭の話をしていたようだ。何か絵を描きながら、あれこれと悩んでいる様子。お姉ちゃん、何を悩んでいるの？ああ、これね、実は文化祭で劇をするんだけど、背景とか舞台装置とかが決まらなくて。へえ。ちらりと姉の手元を覗き込むと、舞台の絵が描いてある。何の劇をするのかはわからないけれど、何もかもがバラバラな印象しかない。ねえ、ここはこうして、こっちはこうしたら？私はつい口を出していた。これが学校だったら、絶対に黙り込んでいた場面だ。だけど、目の前にいるのは、よく知っている姉と、その親友。私が気負わずに話せる、数少ない人たちだ。それで私は、思ったことをそのまま口にしていた。それを聞いた姉は、リン、あなたすごいわね。確かにその方がすっきりするわ。本当だ、リンちゃんの言う通りにしましょう。私が何気なく言ったことを褒めてくれる姉たち。その時に私は今まで味わったことのない感動を覚えた。それがきっかけになり、私はイベントに興味を持ったのだ。才能があるかどうかはわからないけれど、その世界でやってみたいと思えたのは事実。その後、ユキさんがモデルになり、姉は大学へ進学して広告代理店に就職した。そうやって活躍する二人を見ると、ますます私も自分の可能性を試したいと思えたのだ。それで、今のイベント会社に就職。だから、姉と同じ広告代理店ではダメなんです。イベントを通して、人を笑顔にしたいから。私がそう告げると、鈴鹿さんは感心したように何度かうなずいた。
それから私にこう言ってくれる。じゃあこれからも頑張りましょう。あなたの夢のために。はい、頑張ります。そうこうするうちにタクシーは会社に到着。鈴鹿さんと課長と織江を呼び出して注意した。とにかく二度とこのようなことをしないように。いいですね、織江さん。はい。シュンとした織江がうなずく。さらに鈴鹿さんは課長に向かって、あなたも勝手なことをしないように。ですが社長。言い訳は不要です。私のやり方に文句があるならすぐに会社を辞めていただいてもいいんですよ。それは。わかりましたか。はい。課長はしぶしぶうなずいていた。やった、私の勝ちだと私は胸をなで下ろす。これで二度と邪魔されない、ざまあみろ。そんな風に思いながら織江の横を通り過ぎた。その時だった。織江がぽつりとこう言ったのだ。次の課長の座は譲らないわよ、覚えていなさい。私は慌てて振り返るが、織江は何もなかったかのような顔をしていた。それからしばらくしたある日のこと、私は鈴鹿さんからある仕事を任された。コンペですか。郊外に大型商業施設があるでしょ。そこに新規出店するアパレルメーカーのコンペよ。わかりました。今回は経験と思って頑張ってね。はい。返事をすると早速仕事に取り掛かる。内容はアパレルメーカーの店内ディスプレイだ。ただ新しいアパレルメーカーだから情報も少ない。どんな戦略でいくか、それが重要だ。私はできる限りの知識を使っていろいろな企画を考えた。もちろん鈴鹿さんにも相談したし、同僚にも相談してみた。家で姉にも相談したけれど、なかなか完璧と思える内容にならない。はあ、ちょっと休憩。独り言を言って席を外した。外に出て気分転換をしてから席に戻る。すると、なぜか織江が私の席の周りをうろうろしていた。織江先輩、何か用ですか？あ、いえ、別に何でもないわ。そそくさと立ち去る織江。不審に思った私はすぐにパソコンのデータをチェックした。またデータを消されたかもしれない。そう思ったからだ。でもデータは無事だった。それじゃあここで何を、と首をかしげる。すると隣にいたみのりが私に。俺が見ていたのは卓上カレンダーよ。卓上カレンダー？私がデスクに置いている猫の卓上カレンダー。それを見ていたらしい。なんでこれを？みのりに尋ねると、みのりは顔をしかめて、来週の午後8時、料亭でコンペという欄、そこを食い入るように見ていたわよ。またコンペを邪魔するつもりじゃない？ああ。この間の一件が思い出されるけれど、織江もみのりも大きな勘違いをしている。実はこれコンペじゃなくてコンパなの。は？コンパ？みのりが驚いたような顔をする。同窓会のことなんだけど、前の時に同級生同士のカップルができて。それでコンパ？友達がふざけてそう名付けたの。ごめんね、字が汚くてコンペに見えたよね。ああ、うん、それなら大丈夫ね。あははっと愛想笑いをするみのり。どうやら本気でコンペと思って心配していたらしい。料亭でコンペは普通に考えればおかしいと思うはず。まあ現地に来れば勘違いってわかるよね。私はそんな風に軽く考えていた。そしてその翌週、私は早めに仕事を切り上げてコンパという名の同窓会に向かった。私が会場に着いた時にはすでに大盛り上がり。男女が交互に座っていて、さながらコンパのようなノリだった。ついていけるかな。そんな不安の中、私は同窓会に参加した。そのわずか数分後のこと、隣の部屋から大きな女性の声がする。誰よあなたは。何だろうと思っていると、料亭のおかみが部屋に駆け込んできた。何でも隣の部屋でトラブルがあったとのこと。ほどなくこんな声が聞こえてきた。違うのよ、私はコンペに来ただけで。聞き覚えのある声。そうだ、織江の声だ。私は急いで立ち上がる。すぐに隣の部屋に向かうと、織江が男性に取り押さえられていた。だから産業スパイじゃなくて。信じられません。もしもし、警察ですか？
電話をしていたのはすらりと背の高い女性。細身のスーツを着こなしていて、まるでモデルのようだ。そんなことを考えていると、私は女性と目が合った。あ、リンちゃん。女性がつぶやく。名前を呼ばれた私は焦りながら、その、私、ユキよ。ユキさん、どうしてここに？その女性はユキさんだった。仕事だけど、リンちゃんはどうしてここに？私は隣で同窓会です。そう、無事でよかったわ。今、産業スパイを捕まえたところなの。ああ、いえ、その人、私の同僚で。私はユキさんに事情を話した。けれどユキさんは納得することなく。事情は分かったけど、それが本当かどうかは警察で調べてもらうわ。でも、少し前に、はるかに聞いたのよ。リンちゃんの仕事を奪おうとした女がいるって。ああ。リンちゃんは私に自信をくれた大事な子よ。はるかが許しても私が許すわけがないわよね。ギロッと織江をにらみつけるユキさん。結局、ユキさんは駆けつけた警察官に織江を引き渡した。しかも警察官にはこう言っていたのだ。私の会社の情報を盗みに来たんです。そうではないと私が説明した。だけど、警察官はユキさんの説明を鵜呑みにしたのだ。その理由は簡単。ユキさんが有名なモデルだったから。有名人の情報を欲しがる人は多い。警察官はそう結論付けたのだ。当然、警察沙汰になれば会社にも連絡が行く。織江のことは鈴鹿さんの耳に入り、織江は会社に損害を与えたとして解雇処分。すぐに再就職先を探したそうだけど、トラブルメーカーの彼女を雇う会社はなかった。仕方なく、うちの資材を倉庫で管理する会社へ行き、土下座して雇ってもらったそうだ。今は暗い倉庫で細々と仕事をしているらしい。また、織江を放置した課長は減給処分になった。そして、私も鈴鹿さんに呼び出された。あなたにも話があります。何でしょうか？私が問い返すと、鈴鹿さんは困ったような顔でこう続けた。実は、ユキさんから正式に謝罪の要請が来ています。すみません。姉からも言ってもらいましたが。いえ、その謝罪の内容が特殊なのよ。特殊？ユキさんが新しい店舗を出す予定があるそうで、その店舗のディスプレイをやってほしいって。店舗？ええ。彼女のアパレルメーカーだそうよ。そうなんですか？それが例のコンペと同じ会社で。つまり、私が依頼されたコンペの主催は、ユキさんが立ち上げたメーカーだった、というわけ。ただ、今回の件はそれとは別。ただ単に、ユキさんの希望で私に仕事を依頼してきたということだった。やってくれる？リンさん。はい、もちろんです。よかったわ。あなたが引き受けてくれないと、いろいろと面倒なことになるところだったから。安堵する鈴鹿さん。私としては、願ったり叶ったりだ。そんなわけで、今はユキさんとの打ち合わせで忙しい日々を送っている。姉との仕事もあるし、私は恵まれている。そうやって、私を見守る姉たちに感謝しながら、これからも可能性を信じて頑張るつもりだ。